一式戦、春小山康氏から1982年8月25日は、日本の航空機、林業機器技術者、実業家。第二次世界大戦中は、中島飛行機技師長、取締役、中島飛行機三鷹研究所長、黒沢尻製作所長、戦後は、岩手富士産業取締役。大日本帝国陸軍の97式戦闘機、一式戦闘機、 春2式戦闘機、小機、4式戦闘機、疾風の設計事務者であり、戦前日本を代表する航空機技術者であった。91戦4式戦、疾風第二高等学校を経て、1922年4月に東北帝国大学工学部機械科進学。卒業後は理学部助手を務め、1925年12月に一年志願兵として、 帝国陸軍の電信部隊に入営する。なお、当初小山は航空機設計に対し興味は特になかったが、一年主眼兵時代に休日外出で訪れるお自宅にて中島飛行機創業者中島区兵と海軍機関学校同期であったおじの旅重なる勧めを受けて満期除隊後の中島入社を決意している。百二十六年十二月十八日、 25歳の小山は中島飛行機製作所に入社。航空先進国であるフランスの航空機産業に学んでいた当時の日本航空機産業を主としている日本軍航空部隊にとって学生時代よりフランス語に堪能であった小山の存在は貴重なものであり、ニューポールやブレゲーの資料を翻訳する傍ら設計技術を磨いた。 そのような状況で、翌1927年4月、早くも、小山は、当時の公式4型戦闘機に代わる、陸軍直期主力戦闘機の開発に関与する。ニューポールの将兵義士、アンドレ・マリーを、設計事務者に、小山と同僚の大和田主次郎が補助して設計された、試作機、中島 NC は、三菱重工業の IMF に、春夜川崎航空機の経緯だマイナ3を、 おえ陸軍に採用、1931年12月に91式戦闘機として正式制定された。この後、航空機設計の才能を開花させた小山は、陸軍機を中心に数々の機体開発に携わり、特に1936年に全金属製低翼単用戦闘機である97式戦闘機を1937年末以降には、 著名な一式戦闘機、春、十短座戦闘機たる二式戦闘機、正機さらに、太平洋戦争開戦直後の1941年末以降は、それらの集大成として、日本軍最優秀戦闘機と謳われる四式戦闘機、疾風の開発を、設計事務者として手掛けた。なお、小山は、機体設計部門における中島の重鎮であるため、 この多多数の機体にも関係している。廃線を工場疎開先の中島飛行機黒沢尻製作所長として迎えた小山は軍用機開発の養殖にあったことから公職追放にかかり林業機器の技術者となる。1952年に追放解除となると旧中島飛行機の後ろ身である富士産業系である岩手富士産業の取締役に就任。しかし、 小山は多数の航空機技術者と異なり戦後の航空機産業に復職することや自動車産業、鉄道産業に移ることは拒み続け、以降1974年に引退するまで20年以上に渡り岩手富士産業にて林業機器の技術者として過ごした。このことに関して小山は日本の国力回復のもとはまず山林の開発であると思ったのです。また、 私自身、そうした仕事が好きだった、ここともあるのでしょうが、と語っている。1962年には、林業関係の東京大学学位論文で、農学博士。さらに小山はその責任から戦後は多くを語ることは、なく、メディアへの露出も極めて少なく回顧録なども、残さなかった。そのため、小山は、国産基礎世紀の91戦から一式戦。 春を経た集大成たる四式戦、疾風に深く携わった、戦前日本の航空機産業を代表する大物でありながら、戦後の知名度は航空機産業に復職し、メディアへの露出も積極的に行い己の業績を誇っていた、三菱の堀越二郎、川崎の土井武夫と異なり極めて低い。なお、小山は戦後以下のごとく語っている。 我々の設計した飛行機で亡くなった方もたくさんあることを思うと、今更木27が良かったとか、木84がどうだったと書く気にはなりません。小山亭1982年8月25日死去。ありがとうございます。